日本愛知県豊田市旧東かも郡松平町松平町は愛知県豊田市の町日の都である豊田市の南部に位置し松平地区に属する町域全体が山谷に覆われ西帝東高の地形をなす松平川が東から西へ総れ川が北から南へ下っており合流して滝川となり 町域を越えた遥か西方で、ともえ川に注ぐ。町域の中央やや南寄りを、国道301号が大きく蛇行しながら、東から西へ横切っており、とりわけ、根引峠と呼ばれる峠を越えた先は、づら折と、延々たる下り勾配が続いている。集落は主に町域西部から北部にかけて分布し、大きな屈曲を終えた。 国道301号と古来は明道と呼ばれた、市道との交差点を中心とした、松平、国道から分岐し、松平側に並走する市道に沿った、森下、北部の急斜面上に民家が点在する、沢連などがある。東部の山林地帯では、国道301号より、林道、松平坂上線が分岐して北部へ走っている。沿道にある、松平号展望テーラスへは、 松平号からの遊歩道が伸びており、徒歩でのアクセスも可能である。南部では、林道、根引線が、滝脇町へと通じていたが、2003年7月1日以降、通行禁止となっている。松平市発祥の地として知られている。当地での松の追い茂る様をもって、松平の名が冠されたという伝承があり、旧松平村。 松平町の村名の由来ともなった地域であるが、松平地区における行政、経済、文教の中心は、西方の共枝川菓子の九牛平町付近にあり、松平町にはむしろ、町外れの静かな山村といった佇まいがある。松平市巨漢跡、高槻院、松平城市といった、霊明期松平市、江戸時代の松平太郎左衛門家に、ゆかりのある史跡が多く、 また松平東照宮が鎮座し、近年には松平郷園地や松平号展望テラス、遊歩道などが整備されており、これらが松平号と総称され、町の大部分が一種の史跡公園の体を成している。2019年7月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。松平東照宮本殿高月院本堂稲荷、大宮松平地下志志向造絵が彫刻文書、有形民俗文化財無形民俗文化財史跡、松平城司本丸跡子こぼこありがとうございます。